KPM44 短期艦銃とは1944年にフィンランドで開発された短期艦銃である。1939年から起きた対ソ連との戦争にてフィンランド陸軍ではスオミ KP-26 及び後継のスオミ KP-31 短期艦銃が多く配備されていた。この時の KP-31 は フィンランド軍から非常に高い評価を受けていた。反面、生産時のコストが、それまで使用してきた、KP-26 に比べて、高いことが原因で、対ソ連との戦争で余裕のなかったフィンランドにとって、財政的に痛手であった。このことから軍部では、安価で量産性に優れた、短期間銃の開発に着手する。開発製造は KP。 マイナス31の開発で知られるティッカコス機銃機交渉で進められ、ソ連との戦闘で露覚した PPS 短期間銃を参考に1944年 KP-M44 短期間銃の名称で試作銃が完成した。機関部は KP-31 と同じくシンプルブローバック方式を採用し、弾薬は 9X19mm パラベラム弾を使用。 20発、36発、50発の箱型断層の他にそれまで使用してきた KP-31 の40発、71発のドラム式断層をそのまま使用することができた。また、銃全体もコスト削減の観念から PPS 短期間銃と同じく金属プレス加工を多用。PPS と同じく折りたたみ式金属重傷を 採用した結果、本体の重量も、KP-31 に比べて、ほぼ半分の 2.9kg に収まることができた。フィンランド国防軍は、1944年の8月に、かけて、ティッカコス機重機交渉に2万丁の KP-M44 を発注するも、調達資材の不足と9月に行われたソ連との、休戦協定が結ばれた結果、発注は、 半分の1万兆に縮小されてしまう。さらに1945年に入り量産が開始されるも遅延を重ねた結果、ナチスドイツとの戦争でも配備が間に合わず、最終的にフィンランド軍に KP-M44 が配備されたのは第二次世界大戦が終結してからであった。ただしこの時に余剰となった KP-M44 は KP マイナス31と同じくその後のフィンランド陸軍で活躍し、主に国境警備隊や1956年に中東で勃発した第二次中東戦争にて平和維持部隊として参加していたフィンランド軍によって使用された。その後1962年から配備が始まった RK62 突撃銃に順次取り替えられると、 最終的に訓練用の重火器として1970年まで使用されている。ありがとうございます。